安木市広域生活バスは島根県安木市で運行するコミュニティバス。一部の路線は松江市、鳥取県米子市にも乗り入れているが、基本町米子駅の区間のみの利用はできない。通称はイエローバス。自家用自動車による有償運送路線で運行はシダックスグループの大新東に委託している。なお、広瀬バスターミナルは 市畑電気鉄道広瀬線の廃線を1960年7月15日に発足した市畑電気鉄道出雲広瀬駅であったものである。駅舎は市畑電気鉄道バス出雲広瀬駅発足時の1960年に新築されたものであり、ネット上に参見される市畑電気鉄道広瀬線出雲広瀬駅の駅舎を移築したという情報は誤りである。 かつてこの路線は、市畑電気鉄道が運行していたが、赤字のため撤退することとなり、これを受けて、旧、安木市、広瀬町、白田町で構成する安木の技工域行政組合は、代替バスを運行することになった。自宅運行事業者の選定にあたっては、国内で初めて入札制を採用し、市畑電鉄、日の丸自動車、大新東、 日本道路協運の4社が入札に参加した。その結果、入札価格が最も安かった大新東が落札した。安木のみ広域行政組合当時の車両は一部の便のみ停車。停留除名。停留除名はどちらかを経由。鳥取県米子市に乗り入れる路線はいずれも米子市内の内木温町米子駅間のみの利用は不可。ありがとうございます。